人、物、金をテキサスへのルークですまずは3月1日に発売されたばかりのこちらの本「テキサスに善光寺」これはなぜテキサスかという話であるとかあるいはこの善光寺そして善光寺がある四段の国長野の秘密さらにはこの「 和魂和の心そして日本文明こういったことについて詳しく書いてありますぜひともご一読くださいこの本三人の教授なんですけれどもこの三人全員が東京都内で3月12日に出版記念イベントを開きますこちらのイベントの 案内のリンク先を下に貼っておくので、えー、興味のある方はぜひともイベントに参加してくださいテキサス州といえば州知事のグレック・アボットはアメリカでも非常に人気があります彼は65歳2015年からテキサス州知事を務めています州知事になる前は2002年から2015年まで テキサス州の司法長官を務めていました。アボットは、テキサス州初の障害者州知事です。1984年、まあ私がアメリカに渡った年ですけれども、当時彼は26歳。嵐の後のジョギング中にオークトリーが倒れて、下半身、麻痺、まあ車椅子生活になってしまいました。この、 グレック・アボット知事と同じように人気があるのがフロリダ州知事のロン・デサンティスですロン・デサンテスは2019年からフロリダ州の知事を務めていますその前2013年から2018年はアメリカの下院議員を務めてましたまだ44歳です2月28日に彼の解雇録 が出版されました the courage to be free 自由になる勇気という題です今日のサムネイルに彼の本のカバーが出ていますデサンティスは先週末フロイダ州パンビーチのフォーシーズホテルで献金者や支持者を集めた会合を開きましたここはトランプの邸宅 マール・アラオゴから目と鼻の先ですね彼は今から遊説予定がぎっしり詰め込まれていますテキサス州やカリフォルニア州も訪問しますフロリダ州共和党の実力者であるフォード・オコネルはデサントスがやっていることはフロリダ州外の人たちに自分が何者かを知らしめることだ として彼は正式に立候補を表明しないまま大統領選挙に乗り出す方法を見つけたようだと語っています今週公表されたフォックスニュースの世論調査によるとトランプが以前共和党予備選の有権者の43%から支持されているいますこれに対してデサンティスを支持する人は 28%彼は率直な物言いで知られています他の共和党候補を大きくリードしています先日ご紹介したサウスカロライナ州元知事を務めたニッキー・ヘイリーとやはり、えー、予備選に出ると見込まれているマイク・ペンス 前副大統領彼らの支持はとともに7で第3位タイとなっています世論調査によると共和党支持者の過半数はトランプ以外の候補者を望んでいるというデータがあるので予備選の候補者が少なければ少ないほどデサンティスがトランプを倒せる可能性が出るとの見方もあります。 デサンティスは来週開会し5月に閉会するフロリダ州議会の会期が終わるまでは選挙キャンペーンを正式に立ち上げないだろうと見られています。彼は人気があるわけですけれども一方で下院議員を3期務めたわけですけれどもその彼が序盤戦の舞台となるアイオワ州であるとかニューハンプシャー サウスカロライナなどの重要州で有権者の心をつかめるかどうかとそれに必要な政治家としての才覚を持ち合わせているかということを問う人は多いですデサンデスは人前では堅苦しくぶっきらぼうな印象を与えるようです。ワシントンントののペンタグループの、えー シニアパートナーを務めるケビンマッデンは、えーまあ、ですね、えー、まあデサンデサンデスはまあ昔まあウィスコンシン州の知事だったスコットウォーカーのように、まあ、失速するリスクも抱えていると指摘しています。まあこのウォーカーというのは2016年の大統領選挙の共和党の予備選で最有力候補とみられていましたけれども、まあ一たび 出馬を正式表明するとその輝きを失ったということがあります。マッデンは映画の予告編は面白そうに見える。だが実際に映画館に足を運んで本編を見終わった後全然ダメじゃないかとがっかりするようなものだと言っています。話題性と勢いがあるとある時に 事前の期待に応えられるように備えなければならないとも言っています。デサンティス、まだ44歳。今度の大統領選挙はトランプの方がかなり有利と思われます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。